じゃあ作っていきます、今日はですねチャーハン徹底解説、最近多分登録してくれた方とかのコメントでもいろいろ多いので、まあ、それらを説明しながら作っていきます。まあ、しっかり鍋焼いて、油を慣らします。ここを鍋慣らしと言いますね。こうすることで鍋に引き付きにくくなる食材が、卵をあの目玉焼き状態から入れるんですけど、あの状態だとどうしても引っ付きやすいんですよ。なのでここをしっかりと長めにやっとって油をなじませれば大丈夫ですね。あ、これはまあ鉄、あくまで鉄鍋の場合ですね。テフロンとかでやる場合は大丈夫。はい、じゃあ目玉焼きでしっかりと焼いていきます。でなんでここから目玉焼きからするかって言ったら、まず卵白に含まれる水分を、よく飛ばす。で卵黄にも水分はあるんですけど、油脂の方が多いんですね。なんでこの卵黄をご飯に絡ませることで、ご飯に水分が入りにくいからパラパラになりやすいと思いますね。でこのしっかりとこうやって焼き色をつけてあげることで、なおかつ香りも良くなる。一石二鳥ですね。ご飯はバラバラになりやすくて香りは立ちやすい。でこの時は結構素早くやった方がいいですね。卵黄が固まっちゃうとバラバラになりにくいんで、頑張ってここは鍋を振ってください。そうすると全体的に黄色く卵黄が行き渡ってパラパラになりやすい。これが卵白のまま入ってしまうと、卵白をやがたに入れてしまうと、そのチャーハン自体が重たくなる。なんで火力が弱いとその分ベチャベチャになりやすい。だから家庭でも目玉焼きの状態からやると余分な水分が飛ぶので作りやすいということですね。で、まあ、味付けは味塩コショウとか入れてるんですけど、これもお好みです。入れる具材にもよるんで、まあ、こんな感じで全体がバラバラになりました。今日はうちの人気のある魚と唐揚げ、ネギ、全部入れます。こうすることでもほとんど水分がないからパラパラーと仕上がりやすいですね。じゃあ醤油とお酒を入れます。うちはちょっと多めに液体が入るので、パラパラで香りを出しつつ仕上がりはしっとり、これが一番ベスト。